母体から切り離されて自我を持ち始めたから、ちょっと待って、ぐいぐい、逆手にぐいぐい、ぐいぐい、ゆうちゃんのスーパーグー。自分に対して冷静じゃないと難しいから、みんな多くの人が考えたみたいな方もあるんだ、羨ましいなって思ってる程度で、社会回っていくじゃないですかね。ホッチーもホッチーもスタッフさんに評価をいただくってことってちょっと安心材料になっていて、なんだかここに属しているっていう、それこそこう認識が自分でできるというか、評価をもらえるっていうことに私はもしかしたら依存してるのかもっていうのすごい思います。まあ、どんな接点っていうかね、まあ、シンプルに言えば孤立孤独じゃない状態っていうのは、まあ、会社に限られませんけど、それはめっちゃいいポイントです。つまり金村さんはあれですよね、自分自身の人生の評価を自分自身で下せてるってことですよね、うん、自分の今の人生が充実してるかどうかっていうのを、自分の評価で自分に評価下せるっていう生き方ができないと思うんですよ。その点どうですか。で、半歩近く、はい、で、ゴリ、伏せ、ペロペロペロなんか、ソリ、伏せ、はい、あ、伏せ、ソリ、伏せ、シンハーブさん、おソリ、伏せ、ダメだね。